こんにちは、バッファローの鈴木です。アシスタントの南です。南ちゃん、これ知ってる？これって FBI 捜査官みたいな。そうですね、はい、これはあの Bluetooth ヘッドセットっていうんですけど、はい、すごく便利で、例えばビジネスマンの方だったら、はい、車に乗ってる時とかに、通話をしたり、南ちゃんのような若い子だと、夜の長電話とかでも、もう携帯を持ったままとか、はい、しなくても、通話ができるものになります。よく電話するんですけど、もうスマホ持つの面倒くさくて、ハンズフリーにして置いとくんですけど、会話聞かれちゃうじゃないですか。あ、そう、ちょっと聞かれるとまずいようなこともありますからね、ありますね、この製品ですが、実は2つ、特徴があります。1つ目は、デュアルマイク CVC という機能が入ってます。はい、デュアルマイク CVC って何だか分かります？なんか難しそうだなっていうイメージなんですけど、はい、これですね、デュアルマイク CVC というのは、簡単に言ってしまえばノイズキャンセリングの技術です。では、どういう風に、ノイズを取ってるのか一度見てみましょう。どうですか？これなら電話の相手の人も声が聞き取りやすそうですよね。そうですね、実際さっきの動画にあったように、私が、ノイズをこう拾ってるわけではないんですが実際この Bluetooth ヘッドセットの中には、同じような機能が入ってます。じゃあ、このデュアルマイク CVC というこの機能、じゃあ具体的にはどういうことをしているのかというのを一回確認していきましょう。どうでしたか？よくわかりました。これなら安心してください、クリアな声が聞こえますよって感じですね。その通りですね、はい、そんな感じで聞こえます。はい、で、次にですね、もう一つ特徴がありまして、 3D メタルアンテナというものがあります。で、こちらもすごいんですよ。なんか強そうな名前ですね。はい、もうすごく強くてですね、これどういう風に強いかっていうと、そもそもですね、アンテナで製品の安定性が決まってくるんです。で、イメージとしてはこんな感じですね。で、安定してる製品は、製品を中心にして全体的に電波をカバーしてくれます。で、一方安定しない製品は、いびつな形をしています。で、これだとしっかりとスマホのとの通信ができなくて、途中でプツプツと途切れてしまったりすることがあるんですね。で、会話の途中でやっぱりこう途切れたりしたりすると、やっぱり話もちょっと盛り上がったところでこう切れてしまうと、もうそっちに気がいってしまったりして集中できないですよね。で、安定性が増すとやっぱりそこが途切れたりしないので、会話に集中できるっていうところがやはり大きなポイントかなと思います。どうでしたか？こういうものって種類が多すぎてどれを選んでいいか分かんなかったんですけど、これなら良さそうですね。ぜひこれを買ってほしいですね。で、今回のおさらいをしていきましょう。まず1つ目がデュアルマイク CVC、 2つ目が 3D メタルアンテナ。この2つを頭の中に入れて今日は帰ってほしいですね。思いました。今日ご紹介した商品は Bluetooth ヘッドセットの BSHS-B34 番です。よろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録してね。みなみちゃん、これで僕と一緒に秘密の会話しませんか？いや、話すこと何もないですよ。あ、はい、